この動画では待機画像待機画像と歩き画像で画像の差し替えをやってきた工程を走る走る画像とジャンプする画像そして落下する画像っていうのを差し替えてこのキャラクターを完成させたいと思います動画説明欄のリンクから画像をダウンロードしてくださいダウンロードしたテクスチャーをテクスチャーフォルダーにドラッグしますそしたこのフォールととジャンプと ランに対して複数選択してスプライトアクションのペーパー2ディテクスチャー設定を適用でこの3つを選んだ状態でアセットアクションのプロパティマトリックスで一斉編集でこのレベルオブディテールの状態 MIP 全般設定を MIP マップなしにしますで全て保存で順番的に左から行くとしたらこのプロフォ,フォール4ウェイをスプライト抽出からグリッドにして スプライトアンダーバーを消して128で4分割にしますでちょっとスプライトがこれから増えていくのでフォルダーを用意したいと思いますフォールとジャンプとランですねでこの先ほどフォールを分割したものをフォールのフォルダーに移動させて次がジャンプですねジャンプをスプライトアクションスプライトを抽出グリッドスプライトアンダーバーを消して セルの幅をで4分割しして抽出します。でこれをジャンプのホルダーに移動させて次にランのォルダーランの画像をテクスチャーを右クリックからスプライトを抽出でこの値をグリッドに変更してスプライトアンダーバーを消しますで次に12828で分割して抽出しますでこのデータをランのホルダーに移動させます 一個一個フリップブックに変更していきます。とこのフォールを右クリックでフリップブックにを,を作成、フリップブックを作成、フリップブックを作成、フリップブックを作成。で、4つのフリップブックを出して、名前をプロアンダーバー00、フォールは順番的には4ですね。プロ004、プロ104、プロ204、プロ204。で、えっ、ー、と、 座標ですね、この座標をこのホールの座標を右クリックからプロパティマットクリックスで一斉編集してセンターセンターからボトムセンターにした状態で、まあ、微調整をしてもいいんですけどとりあえず空中に浮いてる素材なのでまああんまり気にならないかなっていう形でカスタムとかにはせずにこのまま全て保存します座標位置としてはこの画像の一番下の中心っていう感じになります まあこういう形で座標を取っておいてこのフリップブックをフリップブックフォルダに移動させます。フォルの次はジャンプで、まあ、この辺も全部1個ずつフリップブック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 を4つ設定して右右がアンダーバー003ですねで正面が103左が203後ろが303あとは座標をこの 4枚の画像をプロパティマトリックスで一斉編集でボトムセンターにして全てを保存座標位置としては画像の一番下の中心っていう感じになりますここまで進んだらとりあえずこのフリップブックをフリップブックフォルダーに移動させますであと残りはランですねこのランのデータを右向いてるやつでフリップブックを作成正面向いてるのでフリップブックを作成左向いてるやつで 左向いてるやつでフリップブックを作成後ろを向いてるやつでフリップブックを作成で名前は右をつ向いてるのがアンダーバー002ですねで正面向いてるのがプロアンダーバー102で左向いてるのがプロアンダーバー202後ろ向いてるのがプロアンダーバー302でこの足元地面を踏んでそうな画像を選んでこれの ボトムセンターを選んでカスタムにしてこれが125かどうか125だとなんかちょっと浮いてるみたいなので124まあランに関しては124っていう設定になるのかなと思う。という感じでスプレート全体を選んでアセットアクションのプロパティマトリックスを一斉編集でボトムセンターにした上でカスタムにしてとランの場合は6枚6枚なので 6枚選んで1246から6枚選んで4引くだから2 5 2二五二1 2から7で4引くだから380残りの18から23で4引くだから5508っていう感じですべて保存してこれで座標の設定ができたのでこの欄のフリップブックをこっちに持ってきます、まあ、この辺はあれですね元の設定で 全部画像ちょっとまあ素材素材作る時に疲れちゃったんで <laughs> あんまり丁寧な素材が作れていないのでって感じですねであとはこの走りが、まあ、フリップブックちょっと早いかなっていう気がするのを15から8に変更しますこれも8でいいかなっていう気がするのでこの走り走ってるフリップブックを選んで右クリックから セットアクションのプレイプパティマトリックスで一斉編集でフレームパーセカンドの値を8にします。で全て保存。でまあ、この辺のスプライトの調整っていうところがちょっとめんどくさいかなという感じなんですけどもう少し作業工程を簡略したいなと思っている方は有料になるんですけどテクスチャーパッカーっていうのを使うと作業工程がまあ軽減するのと同時に、まあ、今 この並べやすいからっていう形で結構余白を大きく取ってるんですけどテクスチャーの余白を結構大きめに取ってるんですけど、まあ、これを余白を削減しつつ座標位置も丁寧に設定できるっていう機能がそのテクスチャーパッカーっていう機能にはあるのでそのツールにはあるので、まあ、数千円程度だったら払える人はテクスチャーパッカーを使うことをお勧めします。 ただ、アンリアルエンジン初心者全員に対して買ってくださいっていうほどそこまでのおすすめではないのでなんだろう、こういうスプライトを、まあ、めちゃくちゃ分割しますっていう人にとっては買う価値はあると思うので、まあ、今回の説明で少しめんどくさいなと思った人はこのテクスチャーパッカーっていうのを検討してみるといいかなと思いますで、まあ、この動画シリーズに関しては標準の機能で説明していっていますあとは出来買いの あいまあ、作ったフリップブックを全部一覧してみます。まあ、これだけ揃え揃えれば基本的にはこのグレーマンの素材が全部差し替わります。でこれに関してはこれで4方向用の素材が揃ったっていう形で8方向はこれに対してこの45度の角度っていうのが追加されるっていう形になって作業としては同じ工程で作業量としては 約2倍の作業をするっていう形をすると素材が揃えますあとはこのフリップブックのキャラクターを、まあ、キャラクターブループリントの中,の中に設定をして、まあ、そうすれば新しい独自の自分のキャラクターが完成するかなって感じです。でこの00マイキャラクターを選んだ状態で BP Pro 4way を選んでと上からいきますか右右の状態から検索窓に002と打って プロラン次に003と打ってプロ003ジャンプ次に0プロ004次に102102と打ってプロ102ラン次に103プロ103ジャンプ次に104プロ104ホールっていう形で次に、えっと、オプション2から202プロ202ラン203プロ203ジャンプ204 プロ204フォール。1個。302。プロ302ラン。03。プロ303ジャンプ。04。プロ304フォール。っていう形で全部差し替わったかなと思います。それでコンパイルして保存。で、えー、もう一回念のため全て保存をして、この状態でプレイをしてみたいと思います。よいしょ。回転。360度見れます。ジャンプ。 歩きます右手前左上でシフトを押しながらダッシュでジャンプ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 ,ャンプ落下っていう感じですね4方向のキャラクターの差し替えはこれで完了ですまあ8方向の8方向に関しては作業内容は一緒で、まあ、作業数作業工程を2倍にすれば完成するとは思いますがもし説明が足りてないようであればえっ、ー、とコメント いただければ後で説明しようかなと思います。という感じで、まあ、ここままでの不明点があれればばコメントいいただければと思います。次の動画はこのキャラクターを使ってアンリアルエンジン4のマーケットプレイスで、まあ、結構質の高い背景素材が大量にあったりするので、まあ、その背景素材の上に、まあ、このキャラクターを読み込んで動かすっていう感じの方法をやってみようと思います。